から、到着いたしました、高橋直弘インターナショナルコーチです。皆さんおはようございます。すでに皆さんには高橋さんのプロフィールをお配りしてありますので、もう早速一緒に写真を撮ったりとかいましたけれども、今日は、今まで世界で最先端を行く高橋コーチの指導ですので、みんなで頑張ってやっていきたいと思います。話は聞いてるかと思うんですけども、腕のスイングっていうのがですね、非常に大切だということで聞いてるかと思います。で、ノルディックウォーキングだからといってですね、特別変わったテクニックがあるわけじゃなくてですね、基本はウォーキングと一緒です。で、皆さんノルディックウォーキングですね、ポール・アルホを見ててもらいたいんですけども、なんとなくノルディックウォーキングしっかりできてるじゃんってこう見えなくもないかなと思うんですけども、同じ腕のスイング、ポールなしだとこういった動作になってます。これ普通のウォーキングと比べるとどうですか？ちょっと腕のスイングは不自然ですよね。多分肘からしかこう今私動かしてなかったかなと思います。必ずウォーキングっていうのは肩から腕がスイングされます。で、ポールはたまたま一緒に行かせるだけで、動作っていうのはしっかり肩から、腕を前後にスイングする。で、中にちょっとですね、ありがちなんですけども、この肘から動かしている方が意外と多いのかなという。ちょっとですね、前後を左右に間隔を空けてもらってですね、2人組になってもらって、つらい。矢倉台。風邪ひいてる。気がついたらここまで来た。釣られても走れればいいよ。こうやっちゃって体がついてくる。お疲れ様です。はい、どうも。いつも言われてることになったりしてる。お疲れ様でした。お疲れ様です。結局何人が残ってんだし、向こうは。あ、すごいですかね。逆取りだ。それはしたので証拠写真。証拠写真。誰にでも持ってたんですか？誰から先も言ってたの？